サーシャ・カライジッチは、オーストリア・ウィーン出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ VFB ・シュトットガルト所属。ポジションは FW。オーストリア代表。FC ・アド・ミラ・バッカー・メイドリングで、サッカーキャリアをスタートさせ、キャリア初期は、ミッドフィールダーとしてプレーしていたが、後にセンターフォワードへとポジションを移している。2019年7月5日。 ドイツの VFB シュトゥットガルトと3年契約を交わした。しかし、加入後に行われたプレシーズンのキャンプで、右膝の全十字人帯を損傷する大怪我を負い、2019年内の復帰は絶望的となってしまった。2020年5月28日、ハンブルガー SV とのリーグ戦にて、後半から途中出場して、シュトゥットガルトでのデビューを果たし、次節の 1FC、FC ニュルンベルク戦で移籍後初ゴールを挙げた。翌2020から21シーズン、カライジッチはリーグ戦のみで16ゴールを挙げ、昇格シーズンでのリーグ戦9位フィニッシュに貢献した。2017年から2019年に U-21 オーストリア代表を経験した。2020年10月14日開催の UEFA ネーションズリーグルーマニア代表戦で、 オーストリア代表として初出場を果たした。父親はセルビア人であり、セルビア国籍も保有する。ありがとうございます。